野田明日香さん、27歳。一見、普通のピアニストに見える彼女。実は、広汎性発達障害という障害を抱えています。広汎性発達障害には、友達付き合いやコミュニケーションが苦手、こだわりが強いなどの特徴があります。わがまま、何を考えているかわからないという印象を与えてしまうため、周りの人から、障害として理解されないことも多いと言われています。症状が現れ始めたのは高校生の頃、次第に人の輪から遠ざかるようになりました。大学へ入学すると、その症状はさらに悪化。過度のストレスが彼女を追い込んでしまったのです。見えないものが見えたりですね、あとは自傷に走ったり、夜中にそうですね、うろうろしてしたりしましたので、一緒に寝てその手首をお互いにですねくくって、どこも行かないようにで寝ましたね。ずっと寝てましたね一緒にですね。もうその時はもうとにかく地獄でしたね。家族みんなが地獄だったと思いますね。本人も辛かったと思うんですけどね。大学を辞め、周りとの接触を避けるようになった明日香さん。彼女の心の支えとなったのは、幼い頃から続けてきたピアノでした。週に一度のレッスン。指導に当たるのは、大学教授の田中幸子さん。田中教授との出会いは、飛鳥さんの新たな可能性を引き出しました。感性が素晴らしいというのと、もう本当に努力の人ですよね。もう努力ができる才能が素晴らしいと思いますね。その感性と努力は、飛鳥さんのピアノをみるみる上達させました。数々の国内大会で上位入賞を果たし、昨年秋にはカナダ・バンクーバーで行われた国際障害者ピアノフェスティバルに出場。見事銀賞に輝きました。中でも高い評価を受けたのは、飛鳥さんが一人で編曲を手掛けた不思議な森の一日。カナダの森をイメージして書いたメロディーには独特の世界観が広がります。書くのはすぐで、弾くのができなかった。すごく複雑じゃない？もともとのは11本ぐらい入れていたから抜かして、6本にしたところがある。11本指がないと弾けない曲を作っちゃったんだ。頭でやなったのよ。豊かな感性を持つ飛鳥さん、取材中にもそれを垣間見ることができました。触りたい。先生、これ面白いです。ふわふわをピアノで表してみて。くれ弾くって感じだ。本人は非常に明るいので、明るくて、で、純真だと思うんですよね。毎日努力していけば、なんとかなっていくんじゃないかっていうのがですね、そうしたいですね。それでいいと思ってます。みんなの前でおしゃべりとかが嫌いで、だからピアノで喋った時に、思っていることが伝わるのが違ったら怖いから頑張って練習して。
て聞いてもらいたい。やっぱね、上手に弾けてる自分が満足したら、お父さんとか先生にすぐ電話する。嬉しくなる。ありがとうってする。自分の気持ちを届けるため、ありがとうを伝えるため、ピアノの音色はあすかさんのまっすぐな言葉です。